右端が Z。中央にいるラスカルズのフェリックス・キャバリエットの2008年のセッションにて、デビット・ Z はアメリカの音楽プロデューサー、エンジニア、ミキサー、作曲家、ミネアポリス出身でロサンゼルス在住、プリンスとの長年の連帯で知られるが、エタ・ジェームズ、ビリー・アイドル、ボディーンズ、バディガイ、ネナ・チェリーなどのアルバムも制作している。 エリザ・フィオリロの1990年アルバム、アイアムからは、オン・ザ・ウェイ・アップ、ウーディスアイ・ニードのヒットが生まれ、ベルリン出身のテリーナンの1991年作、モーメント・オブ・トゥルースも制作した。1989年に、全米トップに立ったファイン・ヤング・キャニバルズ、シードライブズ・ミー・クレイジーでは、特徴的なスネアドラムサウンドを作った。1980年に、 英米トップヒットとなり、日本のテレビではクイズ番組のシンキングタイムなどに頻繁に使用されるファンキータウンを放ったバンドリップスインクのメンバーだった。エンターテイメント業界で活躍する3人兄弟の長男である。10代の大半をミネアポリス周辺のいろんなバンドで活動し、1970年代初頭に作詞作曲。 エンジニアなどの仕事をミネアポリスとロサンゼルスで行った。1973年、カントリーロック音楽の創始者で創生したグラムパーソンズの初ソロ LP、GP に参加し、収録曲、How Much I've l e d を共作した。その後、ドラムマシンループ、サンプリングオンを斬新に使い1980年代のミネアポリスサウンドを構築した。 1980年代後半から90年代はプリンスのスタジオペーズリーパークで制作をした。1970年代半ばにミネアポリスのシーンで活動していたプリンスと遭遇。Z がエンジニアを担当してデモテープを作り、プリンスはワーナーブラザースレコードと契約。プリンスの初期アルバム群において Z がどの程度貢献したのかは今では プリンスの卓越した作曲演奏能力の神話の中に渦もれているが、彼のレコーディング技術が作品の内容に編み込まれていることは明らかである。1985年の全米トップヒット、キスでは編曲、エンジニアを担当している。もともと同曲は、Z がプロデュースしていたマザラチというバンドに、プリンスから提供されたギター弾き語りによる12小説の商品だったが、Z が 大幅に改変したバージョンを聞いたプリンスが取り返し、アルバムパレードに最終段階で収録したという経緯がある。また、Z は映画プリンスパープルレインサントラで録音、エンジニアを担当した。映画の分野でサントラ、スコアを担当し、成功している。プリンスとのパープルレインとアンダーザ・チェリー・ムーンの他にも、1996年、ノーラ・エフロン監督、 ジョン・トラボルタ主演作品、マイケルでは、アル・グリーンや、ケニー・ウェイン・シェッパードの曲を制作。テビン・キャンベルとの、スタンドアウトと、愛にイ,イは1995年、ディズニー映画、エーグーフィー・ムービーに使用された。ありがとうございます。